お夏美、お前あれだ、また拭いた時のティッシュついてんぞ。くだらなすぎる。何やってんだ。力はこんなものがないはずだ。さらに己を鍛え、優しい。わあ、マジだ、マジだ。純情青春ラブ、純情青春ラブ、テレテレレテテレレテレテレレテテレレ。もうずっと歌、もうここ最近、ここ最近の俺、ノーミュージックノーライフ。結局あの爆発で影山がどうなったのかは分からずじまいか。前回船の上でサッカーに負けただけで自爆するっていう、ちょっとよく分かんない事態が起きたじゃん。サッカーで負けただけで自爆してきました。影山は俺の大切な親友遠藤大輔の夢と命を奪った許せないやつだ。結局さ、遠藤大輔って死んでんのかな。俺は必ず敵を撃つと誓った。それなのにこんな結末、大輔が浮かばないぜ、浮かばれないぜ。鬼瓦。もしもし、響さん、私遠藤守の母の敦子です。さっき福岡の中学の校長って人から電話があって、父さん遠藤大輔から預かっていたものが見つかったっていうのよ。大輔さんと同じぐらいサッカーを愛してるやつもう一人知ってるぜ。誰だと思う？みんな響きかる、響かる女子よ。俺はね、栗山だと思う。遠藤守るじゃよ。第6章、なにわの大要塞を攻略せよ。わてがなにわの大要塞じゃ。染岡くんも半田くんもくんたちと同じ稲妻町の病院に入院することになったんだって。これで怪我をして入院したのは何人目でやんすかね。悲しいね。でもよ、あの監督結構ひどい指示をするよな。あ、なんかまだ監督については語られてないね、全然ね。俺たちも染岡みたいに怪我させられないように気をつけた方がいいんじゃねえのか。気をつけた方がいいんじゃないか。こぐ、そんなこと言っちゃダメ。みんな来てちょうだい、理事長から通信が入ったわ。え、エイリア学園のアジトが見つかっただって？まだ 100% そうだと決まったわけではないがね。エイリアは大阪に頻繁に現れることが分かってね。なんかあれだな、大阪下げが始まったね。でも敵のアジトを探るには少人数の方がいいでしょ。大丈夫よ、私に任せて。ずいぶん頼もしくなったものだね。パッパッパッ。おい、ちょっとレーゼ行っていいか。ちょ、レーゼ行こうぜ。つーかさ、もうソメン置いてってよって、なんでさあれ置いてっちゃったの。ただよ、あ、え、セキュリティシーズ持ってる。あれ、返してくれた。いや、やれるぞ俺ら。我と勝負してる。お前たちとの戦いで何か思い出せるはずだ。さあ、1時間ぐらいかかるかもしんねえけど頑張るぞ。とりあえずここは制限時間に取られないだけだから普通にやればいいよな。さあ次なんだよ、問題は次2点取らなきゃいけない。守備でも線引いた方がいい。ごめん、俺守備で線引けない。理由は下手だからだ。うまくできない。くらーい、腕を凍らして砕け散れ。これがライモンのサッカーじゃ、これがライモンのサッカーじゃ。そしてすぐにステロイドを投与。くらーい。やはりこいつがエースだ。染岡、見てるか、これがサッカーだ。染め、思い出した、我が名はレーゼ。そしてこのサッカーボールをくれたもの、遠藤守る。一緒にサッカーをすると誓ったあの時の約束、今ここに果たそう。やったぜ。なんだこの点ね、あんま強くね。あんま強くなくない？これ味方にしたらあんま強くないやつじゃないの？熱血ポイント溜まってきてる。分かってるよ、もう俺本当に視聴者のこと聞きたくないから。分かったよ、塗り壁のキックをあげればいいんでしょ。分かった分かった、はいはい、言うこと聞きます、言うこと聞きます。あ、レーズ入ってんじゃん。ミッドフィールダーか。 PP が少ねえな。うわ、小暮まだレベル15なのかよ。なんでこいつこんなレベル高えんだ。意味が分かんねえ。俺がひいきにして使ってたからか、それとも塗り壁お前抜けるのか。ね、まさか塗り壁抜けんじゃねえこれ。だって高レベルのやつ抜けそうじゃない。染め抜けたぞ。だって
何は商店街。関西人怒られるだろ。毎度おきにエロを儲かりて儲かってまっか。理事長の秘書はどこ。聞き込みといきますか。兄ちゃん儲かりまっか。ねえねえねえ、これ関西人はさ言う、儲かりまっか。ぼちぼちでんな。兄ちゃん素人やな、こう聞かれたらぼちぼちでんなと返すんやで。言おう俺も。これはエイリアのアジトを調査するための装置です。こうやって地面にセットするとエイリアのエナジーの位置を調査してくれるのです。なるほど、エナジーの量が多い場所にエイリアがいるかもしれないってこと。へえ。それではスイッチオン。ビビビビビビ。あれなんか様子がおかしいんじゃないか、様子が変なんじゃないか。ちょっと秘書さん、壊れてしまったんじゃないの。そんな私に言われましても申し訳ありません。装置がエイリアの放つエナジーの強さに耐えられない。ってことはめちゃくちゃ近くにいるやんけ。壊れる前に北を指していた。そっちには大阪何はランドがあります。しかし何はランドは遊園地です。そんな人の多いところにアジトがあるんでしょうか。スカウターがぶっ壊れた的な感じ。それか俺のチームにレイズがいるからな。ドゥワーデアス。あ、すまへんの、うちちょっとよそ見してて急ぐからな。ほな。おい栗松、何してんだ、置いてくぞ。待ってほしいでやんす。抜いた。リカママ、お前口どうなってんだこれ。え、なんだこれ、口おかしくないこれ。あーって開いてんのか。いらっしゃい、うちのお好み焼きはそこらの店とは違うで。まだひっくり返すには早いで、このド素人が。超大阪の女とデートして、マジで俺のひょっとこなボケに突っ込んだし。加藤さん、そら違うで。いねえから粗品みてえな女募集してます。なんだなんだなんだ。おいおい、ちょっと待ってくれ、技がインフレを起こしてきた。アースクエイク、つむじ、フルパワーシールド。やはり俺にこそふさわしい技だ、この技は。何は直伝ゴールズラッシュ。うわー、遊園地ですよ、観覧車とかもありますよ。キャラバンに乗ってばっかりで疲れてるし、少し遊んでいくか。でもこんなに広いんだし、みんなで手分けして探した方がいいかなって。そうね、その方がエイリアにも見つからないかもしれないわ。みんなここで自由行動にします。エイリアが近くにいるかもしれない、くれぐれも気をつけてね。遠藤くん、ん、どうした秋。そのもしよかったら、え、私と一緒に行かないかな。え、おい遠藤、あっちに面白そうな乗り物があるよ、一緒に行こう。やべえ、これ俺決めていいの。あれ、夏美もエンドゥを誘いに来たの。俺が決めていいの。私は別に行きたくなんかない、俺もう一択なんだが。エンドゥ先輩、私と一緒にエイリアの調査しませんか。めちゃくちゃモテてるやって。あらあら、皆さんお揃いでモテモテですね、キャプテンは。え、なにこれ、みんなはキノちゃんと行く。俺もう心決まっちゃってるんだけど。それじゃあ行く相手が決まったらその人。え、やべ、いやもうそんなのよ、セーブして全員味わうに決まってんじゃ、当たり前だろ。おめえよ、お前アプローチしてきた女は一通り行くって俺決めてんだ。実世界でうわこいつかーって思っても俺行くって決めてんの。まずはじゃあ、4位から発表します。ドゥルルルじゃん、あなたです。エンド、私と一緒に行くか。あなた4位です。それじゃあ早く行こう、見てみたいところいっぱいあるんだ。俺あなたを恋愛対象として見れません。エンド、たこ焼きってなんだ。もしかしてお前たこ焼き食べたことないのか。うん、屋台で買い食いとかスミスが。もうじゃあもうなえる、もう俺的にやだ。いきなりなんか育ちのこと言われて、俺やっぱ大工のせがれでさ、なんていうの、初めて横文字に触れたのは東京出てきてからなんだよ。お前今までたこ焼き食ったことあるんか。うん、家うちのボディーガードのスミスがって言われた段階でもう NG です。もう彼女はもう確実にもうこれ以後僕は女として見ません。テレデン、それでよかったな、やっぱ言ってるわ。トンニーも言ってるわ。第一候補言っていい、ごめん。今までみんなに隠してたけど、俺決まってんだ。俺、夏美が一番好きなんだ、こんなからだったら。遠藤くん、私と一緒に行くのかしら。そう。それじゃ行きますよ。ゆっくりしてる時間はないんですからね。別に嬉しくなんかないんだからね。3位はキノちゃんで、2位は、キドウの彼女。あ、キドウの妹。理由は、なんかお兄ちゃんがタレントだから、キドウっていう。らっしゃいらっしゃい、なにわ名物巨大たこ焼きはいかがでっか。たこ焼き、こんなところでたこを焼いてるのな。ちゃんと育ちがいい校長先生、いや理事長の娘というにもかかわらず、もうたこ焼きに精通してるじゃん。もしかしてお前たこ焼き食べたことないのか。よし、おじさん1個ください。いただきます。
味しい。は、夏美、歯に青のりがついてるぞ。え、なんですって。気にするなって、俺だって青のりだらけだぜ。ハフハフハフ、うめえ。いいよな、こんだけデリカシーなかったら逆に好かれるだろうな。おわ、おめえ鼻くそついてんぞ。あのな、おそらく18、19ぐらいになってガチのデートして、久々にね、夏美がらしからぬ服、フリフリの服とか着てきて、お、夏美、お前あれだ、また拭いた時のティッシュついてんぞって言うんだろうな。ズボンからスカートからおめえティッシュ垂れ、ティッシュが伸びてんぞ。そういう男になりたいよな、俺たちはな。あ、このペンダントキラキラしてて綺麗。いいよ、買ってやるよ。この的当てのゲームの景品みたいだな。兄ちゃん、可愛い彼女のために一回チャレンジしてみひんか。か、彼女ですって。任せとけって、俺これ得意なんだぜ。それ、お見事的中、大当たり。へえ、やったぜ。まあまあ、せっかくだしもらってあげるわ。これ一番嬉しいからね。ありがとう、遠藤くん。ちゃんとコンドームも買いに行こう、この流れで。せっかく遊園地に来たんだ、遊びまくってやるぜ。そうっすね。で、それ俺のセミじゃないしか。男だらけで、しょうもない。見ろ、俺の女をみんなに自慢していこう。誰だお前は。俺が俺の女です。おい、おめえ一人じゃねえか。俺女と一緒だよ。あ、遠藤くん、どう、アジトの手がかりは何か見つかった。こいつさ、遠藤のこと好きなのに気丈に振る舞ってるな。うん、まだまだ俺でもすごいド M だけどさ、なんかそのド M だからこそ分かる M の気持ち分かるけど、できるだけこいつの前でイチャイチャしてあれしょ、見せつけてやろう。うん、まだだ。でもやっぱり一人よりも二人で探した方がいいよな。よかった、夏美と一緒にいて。夏美、ほら、お前なんでさっき俺が買ってやったペンダントをつけてくれないんだよ。俺がお前のために取ったのに。遠藤くん、あそこにいるのって。染岡くん、せっかくストライカー同士仲良くなれたのに。それなのに君も、なのか。君も僕の前から消えるの、消えるのか。僕、また一人なのかな。一人じゃない、俺もいるだろう。一体、染岡ロスになってるね。吹雪くん、どう、アジトの手がかり見つかったかしら。悪いな、まだだ。なんかいないレッツ、普通にストーリーよくね。なんか RPG やってるみてえだわ。王道でいい。わあ、遠藤くん、向こうに大きな観覧車があるわ。素敵、これに乗って一番上まで行けたらとっても綺麗でしょうね。ねえ遠藤くん、思ったんだけど、観覧車の上から探すのがいいんじゃないかな。エイリアのアジトを高いところから探すのもいいんじゃないのかしら。そうだな、確かに上からならいっぺんに見渡せて見つかりやすいかもな。俺もさ、こういう主人公になりてえよな。この女からさ、アプローチされてさ、あの気づかないやつ、これなんていうジャンル、いるよな、全然気づかない系の男子。うんうん、ちょっとあんた、恋に謝りや。やってねってたらやってないでやぜ。このアホが恋の大事なチョコレートを泥棒したんや。どないしてくれんねん。ただのチョコとちゃうで、有名パティシエが作った限定30個のプレミア品や。うちよう覚えとるで、大阪の街でぶつかった時泥棒されたんだわさ。抜き抜きやんす、大体そっちが先にぶつかってきたでやんしょ。ちょ、何してんねん。ちょ、何してんねん。けー、なんだよ、何やこのイガグリ頭の坊主、超ウケるんやけど、このハゲ。イガグリ頭、ハートにグサッときたでやんす。さすがにか、うまいこと言うわ、腹がよじれる。ね、あの、ケツの穴からね、人差し指と中指突っ込んで奥歯ガチャガチャにしてやりまうよか。おい、てめえ、クリに謝れ。なんやあんた、うち、暑苦しいやつ、むちゃむちゃ暗い嫌いやない、なんやけど。まさかあんたらが近頃悪さしとるっちゅうエイリア学園か。ここが潰れたらうちら遊び場がなくなって超迷惑なんやけど。その前にうちらがサッカーであんたら倒しちゃる。え、サッカーで。そや、うちらはサッカーチーム、大阪ギャルズ、CCC へ。絶対あいつゴールキーパーだと思った。ほな、あんたら、いてこましたるで。覚悟しや。君たちがこれを止めることができたら僕も本気を出そう。まずはこれを止めてもらわないと話にならない。さあ行け、出鼻をくじく超水星シュート。スプラッシュネイル。スラッシュネイル。なかなかやるじゃないか。よかろう、コキ、俺も本気を出そう。合格です、彼女たち。で、風丸はグッと滑る。コキ来た、見たかった。シュイー、この匂いは女の匂い。リボンシャー。うぜえ、こいつらガンガン使ってくるじゃん。で、これゴッドハンドできるかな。怪しいよな、バタフライドリーム。いや、やべえ、これ止められないかもしれない。頼む、エンド、エンド。
いやもうゴッドハンド通用しねえわ。ちょ、切れた、カッチン。まあ終わりだろうな。見てろよ、ここからが勝負だからな。初めて喋ったこいつ。おい、これキラースライド全然ダメじゃねえかよこれ。どうすりゃいいんだ、俺は使い打ち続けるぞキラースライド。なんちゅう技じゃ。いや、いや取れねえ、マジかよ。もうちょ、めちゃくちゃ強いこいつら。いやこれ強すぎる。いや待てよ。で、おい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 、敵の PP が、敵の TP 見てくれ。もう使い切ったよな。いるよな、俺たちのチームにロングレンジからのシュートを得意とするやつが。ねえちょっと待って、なんかさ、そういう思想でさ、俺スポーツにそういう思想を持ち込むのよくないと思う。マジな話、これ思想だろ明らかに。わあ、もうなんでてめえだと、うん、はあ、お前押してんだろ今。おい、なんだよこの猿林。ちょ、連打すらマジで。ねえ、君たち、もう、君はもう、いらない。聞かねえ。おい、聞かねえ。俺の前方が聞かなくなってる、みんな。なんで俺、負けるのか。あんたちゃんと準備してきや、準備してきや。もう一回チャンスくれるらしい。許さねえ、マジで。俺に初苦労しつけやがった。いや、こいつマジ許さん。ここで負ける人初めて見ました。やった、初めての人になれた。お前の初めての人になれて嬉しい。これは強がりじゃありません。趣味サボんな、趣味の仕方わかる、みんなわかんねえだろうな、おめえらも。似合ってんだイガグリ坊主てめえ、この野郎。何これ、イガグライト鉱石。よし、右サイドにさ、イガグライト鉱石がいいのね。固まる、起動、くらえ、ダイナマイトツインシュート。いや入ってくんねえかな。さらけ。いや強っ。いや、よし。さあ君は取れるかな、このアストロブレイクをね。止めてみなよ、宇宙仕込みのアストロブレイクを。いや、このブラッディスクラッ、よお、マジかよ、マジかよ。ほら止めてみろよ、エターナルブリザード。パスが、ほら貫け腹を、このイラストみてえに。ザ・タワーとか使えばクリマズが俺たちの信じて上がってる。クリ上がれ、おめえ負けっぱなしじゃダメだろうが。前回取られてるでやんすからね。いけクリマズ、よーし、この演出は入る。船虫がくそ、最後シュートぶっこんでやろうと思ったのに。君たち今まで一体どんな特訓をしてきたんだ。教えるはずあらへんやろ。何か見つけた、見つけた、見つけた、夢にまで見た、うちの王子様、一ノ瀬ええ名前や、うちあんたにフォーリンラブみたいな。あー、あかんわ、またリカの悪い癖が出た。リカちゃん俺っぽいからラブモードになったら何を言っても無駄です。うちらが強くなったのはなにわランドの地下にある裏遊園地に行ってからなんや。もしかしてそこがエイリアのアジトなんじゃ。俺たちをその裏遊園地に案内してくれないかな。キャー、ダーリンにリカっていう名前で呼んでもろた。リカ、うちのことはってないっす。お前は多分壁山とくっつくだろうな、最終章とかで。壁山、お前なんで、壁山と声が一緒にいる。そうなんだ、俺たちいつの間にか付き合っちゃったんだ。そうなんです、うちと壁山は食べ物のあれが似てるんです。確実にそうだよ、ロード・オブ・ザ・リングでいうところのフロドの相方。うちはダーリンのベストパートナーやで。なんちゅうムービー。なんか硬派な稲入れファンはここで怒っただろうな。稲入れはこういうのいらねえよ。怒りが湧いてきたやつはキモータってことを自覚してほしい。は？いないれにこういう恋愛とか必要ないんだが。いないれは友情物語なんだが。それ堅苦しいオタクはもう消えてください。不女子がマジギレしたらしい。一ノ瀬ファンの不女子が切れたらしいの。クソ様。不女子はクリマツでも見とけ。やはりエイリアがこの練習場を使っていたのは間違いないみたいな。ちゃんと練習して強くなってるんだったら、なんかね、悪い奴らじゃなそうだけどね。誇りということはエイリアたちはこの修練場を今は使っていないということなのか。ダーリンをガッツリガードしたる。リカが仲間になるんだ。リカが仲間になった、マジかよ。ただの鍵だと思ってたのに。人事だと思って。うわ、エレンだ。
やばライデンの声もカジ絶対ちげえ。あいつの声は、おいあの、あれだよ、トルネコの人だよ。シャフーリンさんだよ。修練場の試練を乗り越えてチームの能力をアップしよう。何これ、ちょ、一回やってみようか、アタックコース。てか、ライモン中にあったやつと一緒じゃねえか、これ。ライモソ中にあったさ。死になさい、君は。俺ちょ、とんでもないこと思いついたわ。止めてほしい。これもいないれの断りをから外れる行為なんだけど。え、やるが、これから全部これで。これやるけど、あの、アイスホッケーシュート。これから全部これでいきます。私が最後の試練だ。さあ、勝てるかな。ライモン VS 何人は。相手の実力を測るにまずこれだ。まずこの先遣隊。先遣水星シュートで、まず相手の実力を測る。これを止めてくるようだったら、相手、やるよ。伝説の技使ってきなかった。その技使うっていうことは、俺も、相応の技で答えなきゃダメだな。この技めっちゃかっこよくない？ツインブースト。なんか三人技覚えてよ。おい、やんでもありじゃねえかよ。それか、うわぁ、よし、うわ、出た。なんかこれ見てなかった、さっきの大阪女子との戦いで。くだらなすぎる。くだらね、女の子の対決負けんじゃねえぞ、お前。ほら、気合がちげえんだよ。お前たちはチャラチャラしてるんだ。うちのトークは全くチャラチャラしてないからな。化粧とかしてねえからな。私はサッカーをやめてから化粧はする。まだ化粧覚えてないわ。ねえ、トーコが打てる。ねえ、トーコがレインボーループ打てる。ねえ、トーコも打てる。レインボー、食らいなさい、レインボーループ。さすがだ。贋作と言ってもさすがだな。これが俺たちの力だ。え、1しか上がんねえの。これがエイリアの特訓。なんかすげえパワーアップした気がすっぞ。いや、ガチ勢はここで鍛えるんだろうな。出た。3人とも集まっていますか。バーン、ガゼル、そしてグラン。3人ともエイリア最強の座を求め、日々争いを続けています。こいつがあれなんだ。バックについてるヤクザか。塗り壁のお父さんか。エイリア学園プロミネンス。キャプテン、バーン。プロミネンス？ダイヤモンドダスト。キャプテン、ガゼル。何、意味がわかんない。イプシロン。グランはどうした？また勝手に出かけたのか。おお、そうですか。相変わらずですね。ケンザキ君は強い毒がどのように作られるか知ってますか？いえ、無学なもので。毒虫は互いに争い合い、最後には最強の一匹が生き残ります。強い毒とは、その生き残りを使って作られるのです。つまり争いという極限の中から最高の種を選ぶというわけですね。そうです。これがこの世界を変えるためにも必要なことなんです。グランのガイアチームなんかに、ジェネシスの座を渡さねえぜ。ん？ちょっとよくわかりませんね。何言ってるか。ははーん、こいつらが噂のエイリア学園ちゅうやつだな。私は前に約束したな。次に会う時までふさわしい負け方を用意しておいてやると。どうだこの修練場は。ここなら最高の舞台になると思わないかね。ちょっとあんた、うちの友達に何するん？超許せないんやけど。うちらリカの恋を応援しよう思て裏遊園地の中を探ってたんだわさ。エイリアの秘密を手に入れたらリカのダーリン喜ぶ思て。それでアホ。デザームさんどうしますか。この者たちを人質にして一気にいなむライモンイレブンを。愚か者って。なんかこいつ悪いやつじゃねえよな。ただライモンイレブンに勝つ、それだけならば小細工など必要ない。こいつらとは正々堂々魂と魂がぶつかるような勝負がしたいのか。しょうがないね。リカをスタメンにしてください。なんでこいつ遠くから見ると一ノ瀬に見えるの。サムネ詐欺だろ、パケット詐欺だろ。こいつ出会い系サイトでは一ノ瀬の顔使ってんだろうな。メガネかける。でれん。さあ決着つけましょうや、イプシロンは。やつらの右サイドは何も持ってないか。調べ済みでやんす。何持ってやがった。おいマジかよ。え、待って、 TP、 ちょっと待って、 TP 消費してなくない？いや、減ってない。おかしい、これ。いや、これ神のアクア持ってんだろ。いかにやってんだ、お前、髪の毛。おい、何やってんとら、お前。一人し、よし。もっと私を楽しませろ。イプシロンたちの能力がさっきよりも下がっています。これなら勝てるかもしれない。バーニン。いや、マジでもう決めんぞ。
無理だこれは無理だこれは無理だ、三人技だ。見なかったことにしてくれた俺を見るな。うわー、なんだよこの池、もう、負けた、絶対絶対負けた、強すぎる。ゴール、時間の無駄だな。おい、強すぎるだろう。一本もシュート打ててねえぞ。いや、このエターナルブリザードがもう、いやドリル、あー、隠し持ってた、とんでもないものが、うわー、貫いた勝てる、勝てるんだまだ諦めるな、くそー、シュート2本だが貴様らの力はこんなものではないはずだ。さらに己を鍛え、優しい、優しくて好き、この野郎あそこじゃセーブできないらしいおい、ふざけんなよ、嘘だろ、え、マジでできないじゃん、え、ちょ、マジでできない、ねえ、いやいや、マジでできない、え、マジでできない、てめえは俺を怒らした、許さんぞ、出れん、我慢するか、いや、我慢しちゃダメだ、ここ抜かれたら終わる、いや、マジですかい、サイですかい、そりゃ止められねえや、いや、使わなくてもよかったか、ワンチャン取れるかなと思ってた、いや、勇気のキャッチが必要だったな、え、ピーピー減ってた、え、敵のピーピー減ってた、いや、ちょっと待って、にしてもさ、これ前抜けねえよこいつら、いけ、メンソーレ、おい、このメンソーレどうにかしろ、マジで、あー、よっしゃ、入った、最強、さすがだキャプテン、クン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 、サッカーってさ、おい、押してんだろ、マキシマリベンジャー、いや、絶対貫く、だってさっき貫いたし、え、な、なんだと、おい、めちゃくちゃいい勝負、キロにパス出してフォドラがついてくるけど、一人抜いてもらって、それでリカにパス出そう、それしかないよね、何をしてくれてんだこのメガネは、これは頼む、決まってくれ、頼む、決まってくれ、頼む、決まってくれ、頼む、もうこれ以上ない、これ以上ない形、なんて技だ、ついた、いや、諦めた、行け、みんなでプレス、小学校へ、小学校サッカーしろ、小学生のサッカー、あの時俺たちは若かった、あよしよし、絶対決めてやる、絶対決める、ぶっ殺すマジで、何やってんだー、あー、何した今、めちゃめちゃプレスかけてる、めちゃくちゃプレスめちゃくちゃプレスかけてる、めちゃくちゃなプレス、お前使うな、めんどくせえ、ほんとに指揮所だれすぎ、ああ、ま、これなんで、これ延長戦やって、延長戦、延長戦、ちょ、なんで延長戦、延長戦、延長戦、ま、いや、俺もうこれほんと正式に抗議しよっかな楽しい、楽しいよ、たまんねえやこれマジで、さあラウンド3だ、ああ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 、デレ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 、いや、押してんだ俺マジで、あ、最近だらしねえな、外野ブレイクかもしれないですちょっと待って、みんな、この状況、この距離、外野ブレイク、どう考えてもマジンザハンドでも止められない、通常のシュートにかけてキャッチをするってのはどう、これね、キャッチです、マジ外野ブレイクなんか止めらんねえから、よし、うわ、強すぎ、マジで。ちょっと待って、なんで俺個人的に一人でやってなきゃいけないの、ちょっと待って、待って、待って。あの、し、の、の、あ、待って、待って。テンテコリン。テンテコリン。
おい何してんだお前なあ、お前後で来いよてめえ俺の家に。お前今なんか走ってるふりしてない？お前な、気持ち悪い。お前殺し合ったらボスさせっかんな。あーがすごいの来ちゃった。あーやった、入ったで、ほらおかしい、おかしいもん、今おかしいもん、やってるふりしてたもんだってこいつ本当なんで小学生、おうちの甥っ子がクリアできるゲームなんだぞ。止めてみるでやんす。ガリ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 女、お前よ、こんな奇跡起きろ。おー、頼む、マジンズハンド、お願い、取って、筋肉で止め、筋肉で止め、フィジークで止めろっつってんだろうが、クソタレがこの野郎。ゴール、計算通りだ。本当に許さん。喰らいなさい、ヒギ、ビビー、レインボーレールやった！なあ、もうやってられねえよ、これ！あれ？ああ、ちょっとやってられる！やってられる！ちょっと待って、どうせ、おい、どうすんだ？俺コーナーキックやったことないって、いないれでね！俺いないれでコーナーキックやったことないってみんな、俺！どうすればいいの？メガドヘッドでぶっ込んでやる。そこおい、メガドヘッドでぶっ込んでやるわ。たまきた、マジで。おい、ちょっと待って、ここに一緒がいるわ。821。全員で攻めるわ。全員投入でやんす。おゴールキーパーはもう誰でもいいわ。ゴールキーパーっぽいやつ。もうクリ、お前できんだろ、もうゴールキーパーお前やない。ゴールキーパーできんだろ、お前だったら。なんでクリマツてめえそんないいとこいいんだ、バカタレが。もう家に帰ってくれ。な、邪魔しないでもらっていいか。終わった。届かなかった。まだ終わってないでやんす。おい、なんでパスになっちゃったんだよ。え、ちょっと待って、落ち着け。クリマツに渡したら、お前クリマツ抜いてブリザード。クリで問題でもうさ、もうクリやもうクリでロングシュート打つだもん。お待たせでやんす。最後の技でやんす。俺の最後の技でやんす。次回番外編、ライデン加入編お楽しみ。もうマジでもうおったまきたわ。俺もうライデンに全部ぶっ壊せるわ。前回のリーヨーツナカリー、前回の惨劇見ました？許せねえよな。やっぱね、戦力的に足らないんじゃないかと。最終兵器がいるんだよ、なにわランドに。スモーズみたいなやつがいるらしいんだよ。で、そのスモーズには8人いて、その8人のうちの1人に、ワンでね、俺を助けてくれた伝説の正ゴールキーパーがいるの。スカウトしようと。今から育てて間に合うんですか？え、間に合わないが。それが何か？間に合わないけど、普通に。来た！スモーキングス来た！8人いるから、1人ずつ仲間にしていかなきゃいけない。1人ずつ仲間にして、1人ずつ追い出していかなきゃいけない。仲間にするじゃん。優しい言葉かけるじゃん。プレゼントあげるじゃん。友達になるじゃん。後ろから刺す。うわやはり、俺のピンチにお前が駆けつけてくれる。俺は知っていた。いつか、来てくれるんじゃん。超テキストがいいぜ、マジで。やったー、これで大丈夫だ。なんかいるってこと、お前留年したのか。中学校留年するってどういうことだ。なんかそうなったら町田とかもな、会いたくなるな。町田、いや待って、みんな揃うとこ見てよ。染めと豪円寺と町田と加藤段。おい、加藤段は良さそうな選手が見つかった。つえ、おいつえ
ガード 33? 伝説じゃねえかよ。その町に町田いる。あいつどこにいるんだバカだね。おい、なんで東京から大阪に引っ越したんだよ。何してたんだ。その間に町田探しに行け。町田どこいる。町田愛媛いんの。あいつ愛媛出身だったんだな。わあ、町田町田会いたかったよ町田。何してんだ。やはり俺のピンチを救ってくれるのはお前たちだけだ。加藤はめちゃくちゃめんどくさい。俺がめんどくせえみたいなこと言うんじゃねえ。加藤ダンも仲間にするからな。嬉しい。ライデンもそうだけど町田もすぐ来てくれた。やっぱり俺の放送見てたんだな。あ、いた。背中合わせ。おい、待ってたぞ。よう、遠藤。最近サッカー部を集めてるんだってな。なんだったら俺が入ってやってもいいぜ。ただしな、この俺と勝負して勝ったらだ。さあやるか。いい覚悟だ。それじゃあ行くぜ。ライデンを抜いて、ライデンを、うん、うわー、つれさすがだ。さすが全国サッカー大会を制覇した後に、相撲の全国大会を制覇しただけはある。なかなかやるじゃないか、遠藤。さすがサッカー部のキャプテンだな。約束通りサッカー部に入ってやるさ。これからよろしくな。うわー、やっぱこいついると全然ちげえわ。いや、普通にガード38ある。おい、ちょっと待って。普通にガード38ある。なんでお前、こうなったらもうマジで負けんぞ、うちは。ねえ、もう終わりだよ、もう。これよ、これよ、これなんだよ。見ろ、やべえ。あ、マキワリちょっとゴールズらしい。覚えさせて。卑怯な技もガンガン覚えさせていこう。あ、そっか、町田のスカウトも。おいおい、忙しくなってきたんじゃないか。このね、ニヒルな弱すぎる。なんだこの尖ったスタミナにぶっ刺した、これ町田とかいう逸材。こいつ高校に行ったらマラソンやらせよ。はいよ、町田、おめえ仲間になんのか。間に合っとるやんけ、イプシロン。おい、イプシロン戦間に合っちゃった。どうしよう。町田がいたら勝てんねや。あいつスタミナバカだから。間に合っちゃった。町田が見つかる前に行かなきゃって思ってたの。あれ絶対あれだ。おい、なんで背向けてんだ。おい、お前町田だろ。なんだなんだ、難しい顔しやがって。何、イプシロンに勝てね。しょうがないね。稲妻イレブンが揃いました。俺、鉄塔に行こっかな。暇だし。鉄塔に行こっかな。理由は言いたくない。引っ越しだっけ。あ、引っ越しじゃねえ。なんだこれ。お前、やめろ。それ以上は体が持たねえ。主人公と全く同じじゃねえかよ。修行パート。どすこい。全国の相撲部はこんなもんじゃなかったでよ。たけおい、てめえほんと、お前、頼むぜ。こんな高くしてよ。ね、道具買う金がなくなるから45にするわ。あと1。いや、45でいい。で、アイテム買おうぜ、アイテム。よーし。勝てる。おい、ガイアブレイクを止めることができるぞ。巻き割りチョップナーフされてます。ふざけんな。巻き割りチョップって別に強え技じゃなかったぞ。なんで強え技じゃねえのにナーフされてんだ。もうほんとこれ以上覚えさせよ。このスタミナに特化した町田の恐ろしさ、おめえらマジ教えてやっかんな。お前マジ、お前左サイド殺しの町田って言われてんだよ。右サイド殺しの町田、今まで8人やってるからね。サッカーの事故でとんでもないよ。あらスーパー勝利。お前にそんな技必要ねえよ。お前に必要な技はほんとこれいとんだよ。なんかね、ちょっと待って。で、ね、ライデンなんか手袋装備してる。おい、これお前、片身の手袋、ワンから持ちっぱなんじゃねえか、こいつ。おい、ライデン、てめえ、やりやがったな。おい、お前持ってんだろ、片身のグローブ。プリティハンド2、なぜか持ってる。え？勝手に名前つけてる、そんで。やべ、俺町田入れたっけ。ねえ、あ、俺町田入れてねえ気がする。町田入れてねえ。
ただ町田がいないということはどういうことかわかるか。あ、いた、いやがったお前がいたら勝てねえだろうが、バカタレ、いるな。やべ、安心感がちげえ。マジで安心感がちげえよ。勝てる、絶対に勝てる。いける、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 いける。あえて、あえて、あえて、これ、あえて快適からのエンド。いけ、よーし、エンド頼め、エンド来てくれ、エンドー、ごめん、いける、エンド、エンド取れ、エンド取れ。もうズルすんなよ、きたお前よくもやってくれたじゃねえか、こらてめえ、これが稲妻イレブン、いや稲ライモンイレブンの真のサッカーだ。やっぱりエンドはフォワードなんだよね。そんでさ、メガトンヘッドクソ強いってことが分かったじゃん。このチームにもう一人メガトンヘッドを持ってる人がいます。あとはエンドベンチ下げて力温存する。しっしっ、でも吹雪がゴールキーパーより後ろにいる。これズル、みんなゴールキーパーより後ろにいてダメなことある？もう行って絶対取らなきゃダメ。理由はないね、じゃ止められねえから。あ、ちょっとマジやばい、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 絶対止めろ。ザボール、おい、マジかよ。これ普通のシュートだよね、キャッチでいいよね。あぶねふ、なかなかやるな、簡単に点はやらないぜ。入りそうだった今。やべ、よだれで動かなくなってきた。くそ、時間がたって、うおー、取った、取ったな。実況すればするほど俺のイライラは弱くなってくるからな。いや、こいつもワープドライブすればいいと思ってる。で、ファールもらってワープドライブすればいいと思ってる。おい、うわー、しんなー、うまくさー、しわー、もうなんでだ、なんで止めてくれ。おい、待って、最強の技なに、ゴールズラシ、ゴールズラシが最強。もうなんで引っかかったんだけど。ちょっと待って、 TP18 で打てねえだろ。ゴールズラシいいよな、ゴールズラシが一番いいよな。よし、普通の人だ、いけるいけるいける。あっ、ずらしが入ったんじゃない、どうしよう。簡単にテーマやらないぞ。きたー、今までよくもやってくれたな。よし、勝った、これは。よーし、やったやった、これがライモンのサッカーじゃ。ピッピー、嬉しい、やった、勝った、勝った。あ、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 イプシロンの戦士たちを引き上げるぞ。え、再び戦う時は遠くない、我らは真の力を示し、お前たちの前に現れるだろう。ライモンとの再試合、フォワードにはやはり、え、何、俺とうちと同じ方式じゃない、まさか。ねえ、おい、お前フォワードなんだろ、実は。おい、デザームあれだわ、フォワードだわ。おいつと全く同じだ。遠藤が最終兵器で前に出るみたいな感じで、先に奥の手を切らされたのは俺たちの方なのか。エイリア学園はとあるエナジーによってその力を得ている。そして今回は怒りでエナジーを使いすぎてしまった。試合の後半から奴らが弱くなったのは、そのせいだったんだね。もしかして、そのエナジーってやつまだ残ってるかもしれない。さっきデザームがチャージしようとしていた場所を探してみようぜ。ダメだ、何も見つからなかった。確かにデザームはあそこでチャージしようとしていたのに変ですね。うわ、すげえ締まりがいい。やっぱライデンとさ、町田がいるだけで全然ちげえわ。町田一回もボール触ってねえけど、90分間ずーっと立ってただけだけど、立ってるだけでいいんだ。このなにわ修練場には3つの特訓データが存在する。一つは前に倒したジェミニ。そして奴らイプシロン。そして、この G というコードネームの特訓データだね。え、イプシロンが最後じゃないってことでやりますか。おそらくイプシロンより強いエイリア学園の最強で最後のチームなのかもしれない。ジェネシス。え、ジェネシスだって。もしくはゴキブリだな。うわー、でやんす。え、クリ。クリマツ。キャ、クリマツくん、どうしたのその怪我。くそ、イプシロンがまだ残っていたのか。夏美さん、急いで救急車を。クリマツ、クリマツ。ちょっと盛り上がってるとこ申し訳ないけど、クリマツどうしたの。階段から転げ落ちた、まさか。で、あまりにもドジを
ドジすぎるじゃん。だからイプシロンのせいにしたんじゃないの。エイリア学園最強の証、ザ・ジェネシスの称号、ここにいるヒロと、いえグランの率いるガイアチームに授けました。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。なんと我らがライモンイレブンがエイリア学園イプシロンを打ち破りました。わあマジかよ。え、誰？ん？ゴーエンジだろこれ明らかに。俺がゴーエンジの目を忘れるわけがない。じいちゃんが残した裏ノート探しに来たぜ。福岡よかと中学へ。福岡か。さあ究極奥義を特訓だ。次回発見、じいちゃんの裏ノート。ヒロト、どうしてお前が。っていうところまで前回やろうとしたけど勝てませんでした。だが俺は勝った。